Thank you.
ということで久慈駅に無事到着をしました。八戸線の始発から終電まで、終点まで全部乗ってきたことになりますね。で、久慈といえばやっぱりね、アマちゃんなんですよ。アマちゃん、 JJJ のアマちゃんですね。僕もこれは昔ハマって見てたのでなんか懐かしいですけど、ということで9時に無事着きました。はい、ということでこれが三陸鉄道の9時駅です。アマちゃんとかだと北三陸鉄道の北三陸駅だったかなっていう名前ですね。ちょうどここにもアマちゃんに関する掲示が出てます。はい、でちょうど久慈駅の目の前なんですけど、今ここにあるこれはですね、駅前デパートの建物なんですけど、これもアマちゃんに出てきていて、アマちゃんの中だと確か観光協会でしたかね、の建物だったと思うんですけど、それももちろん駅前にちゃんと残っているという感じですね。ほら、あそこにもちゃんと見えるかな、あのアマちゃんのが出ていたりして、僕ね、ちょうどこれ見ていたのが2013年だから中2かなだったと思うんですけど、毎朝これを見たから大急ぎに自転車に乗って駅まで行って学校まで通うというのをやっていたので、いや、なんかアマちゃん懐かしいですね。本当に本当にこの時はずっと見てましたからね、シーズンの間毎朝。なんでこれもちょっと思い出しながら、でなんかね、あのアマちゃんもすごい印象に残ってるし、やっぱりあとジェジェジェとかね、ジェジェジェってなんかものすごい限定された地区の方言ではあるみたいですけど、まあザザザとかね、そこら辺は結構多くの地域ですか。やっぱりアマちゃんも一応架空の都市が舞台ではありますけど、北三陸市かありますけど、例えばここの久慈とかね、あとこの周りのいろいろな自治体エリアというものにものすごい近いというのがアマちゃんの舞台設定でしたよね。なので、すごい懐かしいというか、あ、どっかで見たなという感じの雰囲気です。ちょうど今日が9月21日で、連休の今日は、まあ、最後ですかね。21日、3日目か、連休の3日目ですけど、9時の駅前はあまり人は多くはないですね。結構八戸線もずっと終わりからまで、あ、違う、先一歩から終わりまでずっと人は乗っていたので、まあ結構、本当に人が全くいませんって感じではないですね。そこまでゴミゴミしたような印象がないというだけです。というところで、八戸の駅前、まさしく、これが駅前デパートですね。からお送りをいたしました。せっかく9時に来たので、回線を食べようと思ったんですけど、いかんせん連休の真ん中ということで一切お店が開いていなかったので、道の駅9時の近くにあるレトロ広場かな、レトロ横丁のレッドチリというお店のタコライスです。いや、これもこれですごい美味しそうで、じゃあこれいただきます。天気がね、意外なんかね、ほんとここレトロなんですよ、こんな感じで。そう、なんかこんな雰囲気。ここもね、浜の屋かなというお店が、あのいちご煮飯のお店で結構有名らしいんですけど、今日は閉まってるので、はい、まさか9時に来てタコライスを食べるとは思いませんでしたけど、タコライス食べたいと思います。こんな感じですね。タコライス食べます。ということで、ごちそうさまでした。まあ、ということで、またこの後9時の街の中をちょっとぐるぐるしようかな。久慈という町がですね、久慈川という川と幼い川、長いの内川と書く幼いですね、川のデルタにできている町なんですね、三角州に。だからその外とかに行くとね、その港を望む公園があったりして、JC 公園だったかな、もあったりして、結構広いんですけど、デルタはなんかそのものは結構、いい意味でコンパクトというか、動きやすいのかなって感じはします。まあ、ただ本当に今日はね、おそらくこれタイミングの問題ですけど、街中のお店、特に飲食店はなかなか開いてないので、連休中で。なんか行こうと思っていた海鮮のお店もあったんですけど、そこも今日、明日、21、22、連休の3日目、4日目だけ閉まっているとかね、もうそっか、みたいな感じだったんで、もし来られることがあれば、
そこら辺は調べてみるといいかな。Google マップ見てたんですけどね、やっぱりちゃんと見ないとダメですね、そこら辺はね。はい、ということで、またどっかで動画撮ります。